令和5年5月24日、月刊視点ニュースの時間です。本日のニュースのラインナップはこちら。全部で6つのニュースをお伝えします。最初ニュースです。雑貨販売事業部から嬉しいニュースが続々と届いています。ここ最近ご結婚されたという報告が複数ありましたのでご紹介します。記憶に新しいのが、昨年ご結婚された北沢店長、まだまだ新婚さんと呼んでも良いでしょう。今回ご結婚されたのが、北見のガレージマーケットの店舗業務をはじめ、当チャンネルの動画編集も受け持っている川岸麻里さんです。名字が川岸から萩平となりました。この度はおめでとうございます。旭川エリアの SV である水崎美沙さんもご結婚されました。結婚記者会見の様子が届いておりますのでご覧ください。ただいまより水崎美沙さんの結婚記者会見を行います。この度は結婚おめでとうございます。ありがとうございます。いくつか質問させていただきます。はい。入籍はいつされたんですか？6月の2日です。お名前は、名字は変わられるんですか？はい、石田さんになります。はい、水崎さんから石田さんに変わるということですね。はい、はい、そうです。お二人の出会いを教えてください。あ、出会いは、私、プロポーズの言葉を教えてください。プロポーズの言葉は、お疲れ様です。ないんですよね。お相手の方の好きなところを教えてください。はい。とっても。萩原さん、石田さん、この度はご結婚おめでとうございます。末永い幸せを願って、一曲歌わせていただきます。長渕。大戸屋旭川長山店からの朗報です。なんと、4月末の提供時間が、清田店を越し、きっと、歴代で最速の提供時間を叩き出したとのことです。今まで遅い遅いと言われ続け、努力した結果が実を結びましたね。それでは現場から喜びの声をお届けします。スタッフリーダーの山本さん、見たか、勝ったぞと両手にトングを持って嬉しそうですね。遠藤忍さんは実力ですとガッツポーズ、とてもかっこいいです。今日は全部最速で出しますよという気合が見事結果に結びつきました。この結果にきっと永田店主も満面の笑みで喜んでいることでしょう。旭川市民の大戸屋は提供時間が早いというイメージを定着させるために、これからも維持していきたいですね。当社では今年もハラスメント研修を実施しています。研修は動画を視聴しアンケートに答え、そのアンケート結果の動画を視聴するというものです。まずはハラスメント対策とその案内に関しての動画です。仕組みがあることを繰り返し伝えることもこの動画の狙いです。次にアンケート結果のまとめ動画です。アンケートの中から印象に残った回答をご紹介しています。職場環境に点数をつける設問に対しての回答は良いものばかりではありませんでしたが、様々な意見をご紹介しています。研修動画及びアンケートの全回答は説明欄のリンクからご覧いただけます。オッサンズ関連情報です。当チャンネルのお荷物企画オッサンズに新しい動きがあったようです。なんと道東の世界遺産である知床の魅力を伝える企画を撮影したというからびっくりです。ガイドさんについてもらい、まるでもののけ姫の世界のような原生林を巡っていくと、テレビで見たことがあるような圧倒的な大自然の絶景スポットにたどり着いています。ちょっと大掛かりすぎるのは気のせいでしょうか。野生動物にも出会っています。まずはバンビちゃん、そしてなんとヒグマにも出会っています。これはかなり貴重な映像です。かなり充実した内容になっていることに期待が持てそうです。そんな今回の知床ロケですが、オッサンズの3名は有名な北こぶしさんのサウナを思う存分堪能してはいないということです。宿泊した部屋も知床のオーシャンビューがとっても綺麗な部屋とか、そういうめっちゃいい感じの部屋ではなかったそうです。食事は知床で取れたてのウニを使った、見た目にもうまいに決まっているウニイクラ丼などは食べていないようです。さて、ここまで大掛かりなロケを行ったオッサンズの動画、再生回数が伸びないわけではないですよね。1000回を下回ることなんてないですよね。クリックした瞬間におっさんが出てきて、すぐ動画を閉じられて、視聴維持率が低いなんてことはないですよね。来月のこのニュースで結果を発表しますので、ご期待ください。続いて EC、オンラインショップ関連情報です。ナチュラルハイドオンラインショップがついに実店舗の売り上げを上回りました。これは快挙です。当社の雑貨店5店舗が束になってもかなわない圧倒的な実績で、ドラゴンボールでいうところのフリーザ様、鬼滅の刃でいうところの無惨様状態です。実店舗の売り上げを圧倒的に上回っているのがご覧の木の内輪です。まあこれだけなんですけど、こ
この木の内はここ数年でブームになったサウナ関連の商品なんです。オンラインショップで売れた原因はネットで探しても他では売っていないからと考えられます。これは今後の展開にも非常に重要です。オリジナル商品の開発もどんどん進めていきたいところです。この件に関して担当の中村さんは、販売につながったのは素直に嬉しいですと安堵の表情を浮かべています。その一方、まだまだ目標には達していないので日々精進しますと引き締まった表情も印象的でした。大好評イベント第12回手作りマルシェが今週末5月27日から6月4日までの期間、ナチュラルハイ北見店長山店で開催されます。手作りマルシェはハンドメイド作家さんの作品が勢ぞろいするイベントで、毎回かなりの盛り上がりです。素敵な作品がものすごいボリュームで見ることができる本当に楽しいイベントです。そして今回は新規事業で大活躍中の農園ギャルズ黒滝さんが長山店にて初出店します。こんなキラキラした素敵な作品に出会えます。一本のワイヤーをくねくね曲げて作る世界をぜひ見に行ってみませんか。また5月26、27日には完成した売り場の様子を動画にして当チャンネルで公開予定です。ご期待ください。大好評イベント第12回手作りマルシェは今週末5月27日から6月4日までの期間で開催します。たくさんのご来店をお待ちしています。お客様に当社雑貨店の一部店舗の定休日及び営業時間変更のお知らせです。ガレージマーケット、ナチュラルハイ北見、ナチュラルハイ長山の3店舗は2023年6月1日より毎週水曜日を定休日とさせていただきます。営業時間は現在の20時から19時へと変更させていただきます。ショッピングセンター内の店舗花ガジュマルの2店舗はこれまで通りの営業です。以上、月刊支店ニュースでした。